競争中のモーターボート JMN ターンマークを旋回するモーターボート東京都六本木で一般財団法人ボートレース振興会の自社ビル建設用地看板協定は競輪、競馬、オートレースと並ぶ公営競技の一つでモーターボート競争法をはじめとする法令、ルールの下、プロフェッショナルスポーツ選手たちによって行われるモーターボート競技のこと。また、 その競技の勝敗を予想するギャンブルを示す用語としても使われる。モーターボート競争法により、総務大臣による指定自治体が地方自治法に基づく一部事務組合となり、パリミューチュエル方式により勝ち船投票券を販売している。船券の売上げのうち75%は払い戻し金に充てられる。残り25%のうち7%は、 収益金として自治体が受け取り、18%は、賞金や従業員の賃金、公益財団法人日本財団への交付金、モーターボート競争会への委託料などに充てられる。諸葛官庁は、国土交通省会事局で、造船関係の産業を振興すること等を、目的として、1952年から実施された。長らく、日本独自のものであったが、 2002年より、韓国のミササト協定上でも行われるようになった。かつては、協定以外に、ボート、ボートレース、モーターボート競争の故障も使われ統一性はなかったが、1997年度から2009年度まで協定に統一。2010年度からは、ブランド名、ボートレースを導入した。公式の広告では、 協定のことをレジャーと称している場合もあり、現代のレジャースポーツという案内や、協定専門のチャンネルを、レジャーチャンネルと称している。ちなみに、協定の名称の考案者は、津協定上解説当時の津市長だった、菅田正であるとされる。以下の節では、主に、日本で行われている競争について詳述する。競争水面競争水面と、 観客席スタンド標識ポールと空中線オードケーターンマーク協定の競争が行われる水面を競争水面という。競争水面の規格は33000平方メートル以上、水深1.5メートル以上。競争水面は湖や河川、海などを利用して設置され、淡水レース場と海水レース場に帯別される。 レース開催時の箱は45センチメートル未満で、なければならず、レースの進行を妨げる、波浪、潮流があってはならない。このため、杉野江、天ヶ崎などの一部を除き、スポーツ紙、専門紙の協定予想欄には、開催時間帯の満潮、干潮の時間が掲載されている。スタートラインから150メートル離れた、競争水面上には、 赤と白の蛍光塗料が塗られた二つの部位が浮かんでいる。スタンドから見て、右側に浮かぶターンマークを第一ターンマーク、左側に浮かぶターンマークを第二ターンマークという。第二ターンマークから20メートルセンターポールよりの競争水面上にはオレンジ色の部位が浮かび、さらに第二ターンマークとセンターポールとの間の4箇所にポールが浮かんでいる。標識ポールは、 スタート時に選手が通過時間を確認するために設置されているもので、標識ポールに対応する形で、スタンドよりの競争水面上にスタートラインまでの距離を表示する表示板が設置され、さらにスタートラインから5メートル、45メートル、80から85メートルを示す空中線が張られている。競争の際は、スタートラインを通過後、第一ターンマークと、 第2ターンマークを旋回する形で競争水面上を半時計回りに参集する。これは水上交通に関する世界的なルールに従っているためで競技規定にもモーターボートは競争水面を時計の針の回転方向と反対の方向で回りと明記されている。ターンマーク間の距離は300メートルで それぞれスタートラインから150メートル離れた位置にあり、これを3周、すなわち約1800メートルを構想する。ターンマークを破損、沈没させることはルールによって禁止されているが、接触することは禁止されておらず、各選手は可能な限りターンマークの中心に近い位置を旋回しようとする。なお、ボートと選手が着用するカポックには、 定番と枠番別の色が、ボートの部先には枠番色別の旗が付けられて区別している。スタンド側中央の水面には、大時計と呼ばれる時計が設置されており、これはスタート時に使用される。この大時計は、協定の心臓部と言ってもよく、これが故障してしまうと開催不能に陥ってしまう。水上で手を同じ位置に留めたり、 決められた位置から一斉にスタートすることは困難である。ため、協定では、大時計が0秒を指してから1秒以内に、スタートラインを通過すれば良いとされ、大時計が0秒を指すよりも早く、スタートラインを通過すると、フライング、1秒を過ぎてから通過するとで遅れとなり、欠場扱いされ、出走資格を失う。大時計の針は1分で1回転する、1分針と、 12秒で1回転する12秒針の2つがある。通常、1分針は真上、12秒針は左向きにセットされており、スタートの約1分前から1分針が回転を始め、12秒針と1分針が重なる、スタート15秒前で12秒針が回転を開始し、これに合わせて各選手がスタート体制に入る。大時計にある重刀後は、 それぞれスタート10秒前と5秒前である。メディアを再生する、江戸川協定上競争水面中央部にある、白色のポールと大時計のスタンドから見て、左側の橋とを結ぶ見通し線上がスタート及びゴールラインとなる。ラインを通過に関する判定は、電子スリットと呼ばれる仕組みによって行われる。電子スリットは、シャッター装置がないカメラによって撮影される。 スリットカメラには、スタートラインに合わせる形で100分の 3mm の細い隙間が設定され、スリット部分のみが撮影されるように設定されている。スリットカメラの動きは、オー計と連動しており、オー計が1秒前を指すと撮影が開始される。オー計が0秒と1秒を指した際には、スリットカメラに電気信号が送られ、 それにより、電子スリットに白線が映り込む。停止が最初の白線より前に出る形で映っていれば、フライング、二本目の白線より後ろに映っていれば、出遅れていることになる。また、より早く、スタートラインを通過した手はスリットに短時間、遅く通過した手は、長時間スリットに映り込むため、電子スリット上に、前者は、より短く、後者は、 より長く映ることになる。なお、スタートは、停止の通過をもって判断するが、ゴールについては、選手が落水しない限り停止以外の部分も含めて、判断する。低ボートボートは、ハイドロプレーンと呼ばれる、船底にステップと呼ばれる段差のあるタイプで、浮き上がるように走るため、接水図面積が少なく、スピードが出る反面、旋回が大きくなりがちである。 FRP 製のカウリングとスロットルレバーハンドル等の偽装品以外は全て木製で全長約3メートル横約2メートル総重量約68キログラムからなるボートの両サイドには番号によるボートの識別を可能とするよう番号札が付けられているボートに付けられる定期の色は枠板に基づき勝負服の色に合わせて決められており 協定上によっては、ボートのカウリングの色も合わせられる場合がある。ボートは、各協定上ごとにデザインが異なり、年1回の入れ替えと同時にデザインも毎年変更されている。かつては、入れ替えで不要になった定については、一般に払い下げが行われていたが事故が多発。百七十八年には払い下げられたボートの暴走による、 死傷事故が発生したため、以降、払い下げは行われなくなった。協定の初期においては、ランナバウトと呼ばれる、ステップのないタイプのボートも使われていた。ハイドロプレーンと比べて、スピードが出ない反面、小回りが利く点に特徴があった。ランナバウトを用いた競争は、ランナ戦と呼ばれ、体重の有利振りが出にくいため、比較的体重の重い選手が得意としていた。 SG では1963年の下関モーターボート記念まで使用されていた。そして1993年3月のアシアランナ大酒決定戦競争を最後に全協定上でランナバート戦は廃止された。これ以降はすべての協定上でハイドロプレーンが使用されているため冒区分の必要はないが、当時の名残のため現在でも、 出走表などには H1800 の表記が見られる。2014年以降、協定で使用されているモーターは、マト発動機製の山戸331型、出力低減モーター、約 400cc の直列2気筒に、サイクルレシプロエンジンで、最大出力は、毎分6600回転、31馬力、重さは41から 42kg である。 モーターの回転運動はギアケースを経てプロペラへと伝えられる。ボートとモーターはすべて同一規格のもので各協定上に用意されており開催初日の前日に抽選で各選手に割り当てられる。各協定上は60ないし70機のモーターを保有しており一つのエンジンは最大で1年間使用される。規格が同一のため 追い込みが決まることはほとんどない。操縦席。左手でレバーを、右手でハンドルを握って操縦する。スポークに書かれている矢印は、進行方向の目印線内の操縦席には、ハンドルとレバーが設置されている。ハンドルは、火事ではなく、プロペラの向きを、モーターごと変えるためのもので、右に切ることで繋いであるワイヤーが引っ張られ、モーターの向きが変わる。 レバーはスロットル。握ると出力が上がる。旋回は、右手でハンドルを回して、モーターの向きを、左手でレバーを操作して、プロペラの回転を変えることで行う。レバーは手を離すと元の位置に戻るが、ハンドルは手を離しても元の位置には戻らない。走行時、選手は船内に正座して、ボートを操作する。モーターは、船外機として船外に取り付けられる。 取り付けには、チルトアジャスターと呼ばれる装置が用いられ、取り付け角度は7段階に調節することができる。チルト角度が1度の時、プロペラは水面に対して直角となり、1度より小さいとプロペラは下向きに、1度より大きいとプロペラは上向きになる。チルト角度が小さく、プロペラが下向きの状態で走らせると、水を深くかくことになるため出だしのスピードが速く、 逆に、チルト角度が大きく、プロペラが上向きの状態で走らせると、出だしのスピードは遅いが加速がつきやすくなる。かつては、協定上によって、ライナーと呼ばれる板の使用が許されており、これを使うと、モーターの取り付け位置や、跳ね上げ角度を調節することができた。モーターの高さを上げたり、跳ね上げ角度を大きくすると、加速しやすくなる代わりに、 小回りが聞きにくくなる。ただし最後までライナー調整が可能だった墨の絵が2019年3月でライナー調整を禁止したことでライナー調整が可能な協定上は消滅した。開催期間中、選手はモーターの整備とプロペラのマッチング調整に多くの時間を費やす。モーターの整備も整備士に相談することはできるが、 作業はすべて選手自身で行わなければならない。モーターは同じロットの量産品であるが、選手がどのような整備を行ったかによって発揮される性能に多少の差が生じる。特に SG や G1 といった格の高いレースでは、選手の整備力が勝敗を左右する。転覆などでモーターが水をかぶるとその後の調整次第で、 モーターの性格が大きく変化することがある。こうしてある程度モーターが育った状態になると選手がくじ引きでどのモーターを引くかが勝敗の分かれ目になる。このため各種の着順予想ではモーターの状態を表すマークが記載されている。なお、モーターとボートは登録から1年を超えて競争に使用できないことから年に一度一斉に取り替えられる。 モーターやプロペラの整備後、選手は次の競争までの間に水面を利用して、試運転を行う。走行回数に制限はなく、整備をしてはこまめに、試運転を繰り返す選手もいれば、あまり試運転を行わない選手もいる。この試運転も船券の予想の参考になる。競争中、ボートの速度は、時速80キロ強に達する。最高速度で走行しているとき、 選手は、デコボコ道を、ダンプで、猛スピードで走ったような衝撃と、大雨の日に、アスファルト道路を、全速力で走ったようなハンドル操作の感覚を、覚えるという。強風や波浪などで波高が高くなるなどの要因で、水面が荒れている場合は、ボートが水面でバウンドした時に転覆しやすくなり、危険なため、各ボートに、安定板と呼ばれるフィンを主催者判断で、 装着することがある。装着位置は、モーターのキャビテーションプレートの上。安定版を装着すると船体は、安定するが、ダッシュ力が落ち伸びが悪くなると言われ、着順予想にも影響を与えるため、事前に主催者より、安定版装着であることが告知される。また、陶器には、キャブレターの凍結を防止するため、長さの異なる2本のゴムホースからなる。 温水パイプの装着が一定期間義務付けられている。ボートがエンスとした場合、ボート内に備え付けのオールを使って、ボートを漕ぐことが認められている。プロペラ2012年4月より、モーター一機につきヤマト発動機制、中島プロペラ製のプロペラを各1枚ずつ配備し、選手はこれらのプロペラを整備しながら使用してきたが、中島プロペラが、ボートレース用、 プロペラ事業からの撤退を表明したため、2013年11月1日を初日とする開催からヤマト発動規制のプロペラ1枚のみでの運用に順次変更されることとなった。2012年3月以前は選手持ちプロペラ制度が採用されており、各選手が定められた枚数の私物プロペラを協定場内に持ち込み、レースに使用していた。この制度では選手は 協定場外でプロペラの加工ができるため、私的に関係のある複数人の選手でプロペラ加工を研究するペラグループというものが各地で結成されていた。技術に優れたグループの先輩が加工したプロペラを使って若手が優秀な成績を収めることもあった。そうしたペラグループの人脈が雑誌で紹介されたりしたため、それを予想の一要素にするファンもいた。 選手選手は、ボートレーサー養成所での1年間の訓練を経て、選手登録試験に合格したものである。選手を一人育成するにはおよそ1000万円を要すると言われており、入所者は121期まではそのうちの120万円を負担していたが、122期からは全額無償となった。 ボートレーサー養成所への入校は年に2回、4月と10月に行われる。2001年4月、88期より、現在のボートレーサー養成所で訓練が行われるようになった。87期以前は、山梨県本トス湖の本トス研修所にて訓練が行われていた。本トス湖の原冬期の気温は、氷点下を下回る非常に寒い場所であるが、 風が強いため湖面が凍結せず、その状態で訓練が行われる過酷な環境であった。このため元ス訓練所出身者からは、地獄の元スと形容されるほど厳しい訓練であった。訓練期間も、現行より長い約1年6ヶ月であり、9月入校組は、玄関期が2回重なり、3月入校組よりも、厳しい条件で訓練されることになるが、 タマスーキよりも圧倒的に多くのスターを排出している。ボートレーサー養成所に移転してからはこの傾向は薄まりつつあり、タマスーキの SG 常連組も増えつつある。登録試験に合格した選手には登録番号が割り振られる。ボートレーサー養成所入学者のうち、協定選手としてデビューできるのは約半分と言われている。協定選手には定年がなく、 他の公営競技と比べ、現役選手として活動する期間が長く、経験が豊富で駆け引きの巧みな年長者と、新人選手の競争も見どころである。先輩、後輩の力関係、日本各地の競艇場を転戦するため選手の出身地も船券予想の重要なポイントの一つとされる。選手に要求される能力は、スタート間の良さとターンマークを旋回する。 テクニック、さらにモーターを整備する手腕である。選手の体重については、制限があり、男子は 51kg、女子は 47kg を加減とし、体重が加減を下回る場合には、重量調整が行われる。これは過酷な減量を行い体調を崩す選手が、多発したことを受けてのものである。選手は成績をもとに A、A1、A2、B1、 B2 の4つの9にランク分けされる。基準となる成績は具体的に2連立、勝率、自己率、出走回数である。以下、それぞれについて解説する。である。成績の集計期間は5から10月と11から4月の年2回である。選手は日本モーターボート競争会から競艇場への圧戦によりレースに出場するが、 1>, 1ヶ月における圧戦日数は A 級で約15日、B1 級が約12日、B2 級が約8日とランクによって異なる。なお、フライングを行った選手はすでに出場が決まっている。レースに出場後、30日以上の間レースを欠場し、愛知県壁南市にある訓練所でスタート訓練を受けなければならない。ただし、 一回目のフライングをしてからの70レースで、フライングをしなければ、訓練の付近6万円を収めるだけで訓練を免れることができる。左から4号艇、3号艇、2号艇。勝負服、救命胴衣、ヘルメット、定期にそれぞれ青色、赤色、黒色が用いられているのがわかる競争に出場する。選手には、以下の防護具の着用が義務付けられている。選手によっては、 無チ打ち防止用のパッドを頸部に装着する。重量調整が必要な選手は、1着あたり 500g の重さがある。オレンジ色の重量調整ベストをカポックの上に着用し、重量調整ベストのポケットに1枚 500g の重りを最大6枚入れて、最大 3.5kg まで増やす。それ以上の調整が必要な場合は、ボートに1ラムから5ラムの重量。 調整マットを一枚敷いた状態で出走する。勝負服の色は定番によって以下の通り決められている。カポックの襟、ボートに付けられる、定期の色もこれに合わせられ、さらにボートのカウリングの色も合わせられる場合がある。勝負服の背中の部分には番号によるボートの識別を可能とする、よう番号札が付けられている。選手が競争場へ持ち込み、 使用することが認められている私物は以下の通り、蒸気以外は競争上で定められたものを必要に応じて購入する。特にモーターの整備や私物の持ち込めには細かな規定があり、違反した場合には厳重な罰則が規定されている。その他、選手宿舎で長期間生活するため、パジャマタオル類やお風呂セット、洗剤、雑誌類といった。 持ち込み禁止の携帯電話、パソコン以外の生活必需品を持ち込むのが一般的である。協定選手の福祉協賽の充実及び技能の向上を図る団体として日本モーターボート選手会がある。もともと地区ごとに存在した選手会を統合する形で1960年10月に発足した。その名残として現在も各地区に支部が存在する。 選手会の運営費は選手が納付する会費によって賄われている。レース前に行われる展示構想はスタート展示と周回展示の二つがある。主にモーターや選手の調子を見るのが目的。第一競争のみ開始予定時刻が事前に告知され、以降は前レース終了後に以下の展示構想が行われる。スタート展示スタート展示スタート展示では 出場選手が、ピットアウトからスタートまで一連の所作を行う。各選手のピット離れやコースどり、スタートタイミングなどを見るのが目的。スタテンと略されることもある。スタート展示の詳細は、以下の情報が、場内モニターなどで公開される。以前は、スタート練習と呼ばれ、公式の展示構想とはされていなかったが、参考にするファンも多かった。しかし、 練習と本番で進入コースが異なるなどで、苦情も多く一度は廃止されたが、一方で、スタート練習の復活を望む声も根強くあり、予想の参考の一つとして、名称も、スタート展示と改められて復活した。進入についての、規定変更周回展示スタート展示後は、そのまま周回展示に移行する。出場選手が単独で一定ずつに周回する。 ターンの攻め具合や出足、伸びを見るのが目的。なお、審判委員長が全力で構想していないと判断した定や展示構想中にエンストやプロペラ破損など何かしらのトラブルが発生した定は再度周回展示構想を指示される。周回展示の情報は以下の情報が協定場内のモニターで発表される。認められている部品交換は 以下の通り9種類。特に、ピストンピストンリングシリンダーケースを一式まとめて、交換することを、セット交換と呼ぶ。交換する部品は、新品とは限らず中古品もあり、部品によっては、全年度に使用したものを交換用部品として、保管、使用する。これらの情報や、出走表に記載されているデータを参考にして、船券を購入する。ピットアウト。 待機行動ピットを離れる、ボート待機行動ピットでの発走合図で、全6艇がピットを離れ、スタートに備える。ピットを離れてから、スタートするまでの間に、各選手が取る行動を、待機行動と呼び、選手が走行するコースを選ぶために行う、待機構想と、コースを選んでから、スタートするまでの、進入構想に分けられる。待機行動には、 全国統一のルールがあり、ルールに反した、コース取りを行うと罰則が課される。待機行動に当てられる時間は、協定上によって異なる。第2ターンマークのスタンド側を通り、小回り防止部位を回って、バックストレッチに出ると選手は手の速度を落とす。速度を落とした際に、各選手の、おおよそのコース取りが決定する。第2ターンマークを回り、手手が、 スタートラインに生体するまでが待機構想、生体した後が侵入構想となる。スタートラインから第2ターンマークよりの水域を待機行動水面と呼ぶ。前提がスタートラインに生体すると確定のコースが決定する。内側から順番に1コース、2コース、3コース、6コースと呼び、1.2コースを、ン、三3.4コースを、 センター、5.6コースをアウトという。協定の競争では、第1ターンマークを最も早く回り、他の艇が作り出す。波の影響を受けずに走行することが重要となるが、各艇が同じスピードで、第1ターンマークに差し掛かった場合、第1ターンマークを最も早く回るのは、通常、第1ターンマークまでの距離が、最も近い1コースの選手である。 一旦侵入した後でコースを取り直す場合は1番外のコースに入らなければならないことが規則で定められているほか、新人選手は再アウトコースに入ることが不分率になっている。上記の理由から再アウトコースに入る新人選手やアウトコースからのダッシュ戦を得意とする選手はピットを出てから位置取りを争う。 内側の手を横目に大きく手を回して、スタートラインから離れ、ダッシュ距離を稼ごうとしている場合もある。待機行動は、スタート前に行われることから、厳密には競争ではない。競馬における和乗りと似ているが、和乗りの時点で、すでに枠順が決定している競馬と違い、競艇では通常待機行動中に走行するコースが、決まる。待機行動中の選手に、 アクシデントが生じた場合は、欠場扱いとなり、その選手に関係する船券はすべて返還される。待機行動についての規定変更ピットアウト後の、待機行動に関する規定が一部変更され、2009年5月1日を初日とする開催から順次適用された。概要は以下の通り、待機行動に入った後、バックストレッチ側で、 低速構想しようとする艇は速やかに内線へ寄せ、内線と平行に構想する。低速構想時の右転打を、時間稼ぎ的工法として、待機行動違反とする。ただし、内線に寄せた時及びアウトコースの艇が、助走距離を取るための右転打はこの限りでない。原則として、先に、150メートル見通し線に達した艇から、インコースの優先権を得る。 先に150メートル見通し線に達した手よりも内側に侵入しようとした場合は割り込みとされ待機行動違反となる。ファンファーレピットアウトの際には出走合図のファンファーレが演奏される。1974年までは各協定上ごとに異なっていたが翌年の1975年から全協定上で統一された。1991年には モーターボート競争法40年記念事業として、佐田正史、城外勇、佐伯良作局、龍崎隆史編曲によるファンファーレを導入した。このファンファーレは2010年まで使用され、SG 用、グレードレース用と、一般競争用、さらにそれぞれを優勝戦とそれ以外の予選、一般戦で分け、6曲を使い分けていた。2010年5月からは新英リーグ。 女子リーグオリジナルファンファーレが導入され、信近照之が作曲。またその他のファンファーレも、同年6月より一新され、SG は高橋千佳子、その他は松岡広高作曲のものが採用され、合わせて全10曲が使われている。スタートスタートの瞬間前述のように協定の、スタートでは、フライングスタート法が採用されている。待機行動に入った後、 おおむねスタート12秒前から前提がスタートラインへ加速をつけて侵入し、大時計が0秒マイナス1秒を刺すまでの間にスタートラインを通過して第1ターンマークへと向かう。これは他の公営競技と異なり、水面上で横一列に整列して静止することが難しいことに、加え、水の抵抗でトップスピードに達するまで時間がかかるため、 スタートタイミングが0秒より0.01秒でも、早い場合は、フライング0秒から1秒以内にスタートラインへ到達できなかった場合は、で遅れと判定される。協定において、スタートの重要性は高く、選手は開催日の朝になると第一レースの展示構想が行われるまでの間、特別練習を行って、スタート感を磨く。フライング、で遅れ。 直前の出走取り消し対象艇が含まれた船券は全額返還されるほか、同一レースにおいて5艇以上がフライング、または出遅れとなった場合は、レース不成立となり、当該レースの船券は全て返還となる。スタート事故に対する罰則規定選手責任と認められる。フライングや、出遅れをした選手には、開催説1回目の場合は優勝戦や、 ドリーム戦への出場ができなくなり、2回目の場合は即日帰郷を命ぜられる。このほか一定期間の圧線停止や、訓練施設での再訓練などのペナルティも課される。なお、集団でのフライングを防止する観点から2013年11月1日を初日とする開催より0.05秒以上のフライングを非常識な F と定義し、 該当する選手には原則として即日帰郷の処分とすることが発表された。SG 競争などのように全国規模で発売されるレースの優勝戦や準優勝戦で選手責任によるフライングや出遅れが発生した場合は下記のように厳しい罰則が課せられる。ただし選手責任外による出遅れや怪我、急病などによる 出場取り消しの場合はこの限りでない。以下の規定は G2 が2010年4月から新鋭戦、女子戦が2011年から適用された。グランプリのみ圧戦定式間中であってもチャレンジカップ終了時点での獲得賞金ランキングが18位以内であればグランプリに出場できる特例がある。フライングスタート判定結果や失格のアナウンスは すべてのボートレース場が、場内実況アナウンサーにより、観客へ告知している。一周目第一ターンマークの攻防第一、ターンマークを回る、ボート前述のように協定の競争では、第一ターンマークを最も早く回り、他の艇が作り出す、波の影響を受けずに走行することが重要となるが、各定が同じスピードで、第一ターンマークに差し掛かった場合、 1> 第1ターンマークを最も早く回るのは、通常、第1ターンマークまでの距離が最も近い1コースの選手である。ただし、これはあくまでも同じスピードでという前提があっての話で、この前提が崩れれば成立しなくなる。例えば、他の体の割り込みを防ぎつつ1コースを取ろうとすると、第2ターンマークとの距離を詰める形で、スタートラインに整体する必要があるが、 この時エンジンを停止させることは禁止されているため、ゆっくりとスタートラインへ近づいていくことになるが、助走距離が短くなると、スタートライン通過時点での速度が、他の手より遅くなってしまう可能性がある。1980年代までは、ターンマークを回るときはスピードを落として、小回りに回る、落とし前が定石だったが、1990年代に、今村豊が、 全速ターンを開発した。その後、それまでの星座の姿勢で膝で立って、両膝で手を押しながら、体を安定させて回る旋回に変わる方法として、両足を伸ばした状態で腰を浮かせ、足で手を蹴るように旋回する、モンキーターンを、イーダカイチが開発しそれが、各選手に普及したことで旋回スピードが増し、外側の手が、内側の手より先に回ることが多くなった。 今では、ほとんどの選手が、モンキーターンを行っている。競艇の勝敗の7割はスタートから第1ターンマークまでの間に決まり、第1ターンマークを回った時点でそのレースの大まかな着順が決まるとも言われ、ここでの攻防が、レースの最大の見どころとなる。決まり手決まり手とは、一着手の勝因のことを言う。決まり手のほとんどは、 一着手が第一ターンマークで、どういった動きをして一着を確定させたかによって、決まる。道中の攻防を第二ターンマークを回りゴールへ向かう。ボート一周目一マークで後手を踏んだ手は一つでも、着順を上げるべく、抜きを試みることになる。一周目一マークで2番手以下だった手が、その後逆転して一着になった場合、決まり手は、抜きとなる。なお、 陰の選手が逃げに失敗した後、追い上げて逆転した場合も、抜きとなる。スポーツ新聞等には、抜きは、道中競りと記述される場合もある。道中に、3番手の手が、抜きで一着になる例は、ままあるが、6番手の手が追い上げて一着となることは、極めて稀である。これは、水上では手の後ろに、 引き波が生じ、後ろの手の推進力を大きく損なうためである。なお、前述のフライング等があった時の決まり手は、恵まれとなる。一位の選手は一周目でほぼ固まってしまう場合が、多いが、二着以下については前に行く。手の引き波が、ターンマーク近くに残ることで最後まで、順位争いがもつれる要因となる。その他の競技規定について、 転覆失格モーターボート競争競技規定により、以下の状態になった場合は失格となる。失格定に関わる船券は返還されないが、前提が失格した場合はレース不正率となり、当該競争の投票券は全額返還となる。転覆については、転覆そのものよりも、後続のボートと衝突したりプロペラに巻き込まれることで、起こる事故による危険が大きい。 そのため、後続の中で先頭を走るボートが落水した選手の内側を走れば、他のボートも内側を、外側を走れば、外側を走らなければならないとされており、さらに落水した選手自身についても、後続のボートがすべて通過するまで時定の下で、水中に留まっていなければならないとされている。転覆が多く起こるのは、ターンマーク付近、とりわけ前選手が、 戦闘に立とうとして、激しく争うスタート直後の第一ターンマークである。なお、一部の協定上では、最終周回に入る際、競輪と同様に鐘を鳴らすところもある。また、次の違反などを犯した場合は、競争開催期間中であっても、そのレースが行われた、当日のレース終了時点で、退場処分となる、即刻、即日帰京という罰則がある。 進入固定競争確定の進入コースを1コースを1号艇、6コース6号艇と決めておく、進入固定競争が全協定場で行われていた時期があった。当然1コースつまり1号艇が断然有利になるため、レースの紛れが少なくなって、あまりファンからの支持を得られず、一時期は開催される、協定場が少なくなっていたが、その後再び実施する。 協定場が増え、現在では、浜名湖、蒲郡、小島、丸亀、宮島、徳山、下関、若松、芦屋、福岡、大村の11協定場で行われているほか、平和島では2015年10月29日から11月3日までの開催を、ビキナーズ推しレースとして、全レース進入固定競争を実施した。 また、新入固定競争を実施していない、協定上でも企画レースとして実施する場合がある。2着の決まり手2着に関しては前述の通り道中で逆転する場合が多いため、競争成績では決まり手を講示しない。しかし、道中での逆転がない場合、もしくは一周一マーク終了時点では次のような状態になることが多い。鉄板番組その不死中に、 校長誌の選手と不調誌の選手とをわざと同じカードに組むこと。または B 級選手の中で1号艇のみが A1 級選手など明らかな格上の選手を有利な枠に組み込むこと。これによって観客は本命1本の頭流しなどでの安易な予想がしやすくなり、初めて船券を買う人などの協定初心者に分かりやすいレース展開となることがほとんどで大抵は 低配当になる。これらのレースには特別なタイトルが付けられることにより主催者が意図的に組んでいることを意思表示している。しかし展開によっては波乱が起きて高配当になる場合もある。出目協定では他の公営競技に比べ当日の出目が参考になることも多い。これは確定の侵入コースがインから 出走表の通りになることが多いことが関係している。顕著なのは、当然一号艇であり、一着を連発することも多い。反面、一着が1から2回に終わることもある。これは、当日の風や、水面のコンディション、心理的なものなどに起因すると思われるが、詳細は不明である。モーターボート競争法、モーターボート競争法施行例。 モーターボート競争法施行規則などにより、競争上、試行者あたりの開催回数及び、開催日数、1開催あたりの開催日数、1日の競争回数が定められている。1回の開催では、最大18日開催可能。開催は、主に4日から6日の間で設定される、節で構成され、これを複数回組み込んでいることが多い。 協定の開催日程は、競馬、競輪など、他の公営競技と日程を見つつ決められる。スペシャルグレード競争は、前年の8月頃に、グレード1、グレード2、グレード3は、前年の12月までに決まり、一般競争は3ヶ月ごとに決められる。協定の番組は、まず、日本モーターボート競争会の圧戦化によって、協定上に選手が圧戦され、 協定上の番組編成委員が選手を割り振ることで決定する。圧戦に際し、選手や主催者は圧戦を拒否することもできる。多くの主催者から圧戦を拒否された選手には引退勧告が出されることもある。圧戦については、SG 競争は各大会の選考基準に基づいて決定。GIGII は主催者側からの希望と、 それ以外の中から、圧戦家が各主催者に提示した選手を圧戦する。一般競争は、それぞれの条件に合致する選手を圧戦する形となる。また一般競争では、同じ開催に、同性選手は3組までとし、同県同性のものの圧戦は不可。隕石関係にある選手が出場することも、SG レースや正月、お盆などの例外を除きできない。 圧戦された選手は、全件費の指定された時間までに、協定場へ集合し、手荷物検査、身体検査等、各種の検査を受けた後で、モーターとボートの抽選を行う。その後は、他の公営競技と同様に、開催終了まで協定場敷地内もしくは、協定場から離れた場所にある、選手宿舎に宿泊し、家族を含め外部との連絡は、 一切認められず、携帯電話等の隠し通信機器も没収される。アルコールの摂取や、ギャンブルも禁止されている。通常の昼間開催の場合、起床時間は午前7時、消灯時間は午後10時である。また宿舎が協定場から離れた場所にある場合は、徒歩、または協定場が用意したマイクロバスで移動する。宿舎はおおむね、競馬場の調整ルームと、 基本的なシステムは同じだが、居室は2から3に1部屋の合部屋で、今と個人の寝室で構成された、半個室型である。原則として、出身地が同じ、または、同支部のものが同室となる。宿舎内の簡易売店には、菓子、インスタント食品、飲み物のほか、持ち込み、摂取禁止のアルコール類の代わりに、ノンアルコール飲料も販売されている。 図書娯楽室には漫画や協定雑誌等が用意されている。大屋場は選手が減量するためのサウナも完備されている。レース番組は初日が全検品、2日目以降は前日のレース終了後に主催者から発表される。各協定上の番組編成委員は裁量により自由に番組を編成することができる。出走回数は3日開催で4回。 4日開催で6回、6日開催で8回とほぼ決まっており、1日の出走回数は1回または2回である。石棺の出走回数は抽選によって決められる。協定は3から7日間を一節として開催される。開催における各選手の目標は優勝戦に勝ち優勝者となることにある。優勝戦の出場者を決めるための方式には、 以下のようなものがある。3から4日間の短い節では、準優勝戦を行わず、優勝戦は前日までの成績上位6選手で、争う形態が多い。また、賞金王決定戦のように、予選の番組を毎回抽選で決める節もある。選手の途中帰郷は、負傷などの場合を除きほとんど見られない。一般的な番組編成ナイター開催時の、 番組編成準優勝戦及び優勝戦は番組編成員の手が入らず着順によって自動的に決定されるこのためナイター開催時は準優勝戦優勝戦メンバーの確定を速やかに行うため次の措置が取られるモーターボートレースの歴史についてはモーターボートの歴史を参照すること戦前からあった公営競技の競馬が 戦後の1946年に復活すると、地方自治体の戦後復興のための財源の一つとして、1948年に、競輪、1950年にオートレースが、新たに、公営競技として始まり、1951年に、協定も認められた。レース開始は、翌1952年の大村協定上、2011年3月11日に発生した。 東日本大震災により、日本の協定開催も多大な影響を受けた。最も大きな被害を受けた気流協定場では、施設が損傷したほか、場外発売施設、ボートピアも、東北や東日本を中心に、各地で大きな被害が出た。地震の発生を受け、各主催者は3月11日に行われていた、開催を打ち切り、13日には、 全国すべての協定場が3月14日から3月末まで開催を中止することを発表した。この中には、戸田協定場で開催予定だった SG 総理大臣杯競争も含まれていた。日本モーターボート競争会は3月28日に義援金として10億円を拠出すること、4月1日以降を初日とする開催から、 東日本大震災被災地支援競争として、順次開催を再開することを発表。ナイター競争も当面行わず、昼間開催に変更した。なお、電力事情に配慮して休止していたナイター競争は4月25日を、初日とする開催から順次再開したほか、気流協定上での開催も5月11日から、ナイターで再開した。また、 中止となった、総理大臣杯競争に代わる SG 級競争として、SG 東日本復興支援競争を2011年8月5日から10日まで、戸田協定場で開催した。出場選手は原則として、総理大臣杯に出場予定だった52人の選手。ただし、開催期間が、フライング休みに当たる選手は除外され、総理大臣杯の予備選手が順次繰り上がった。 優勝賞金は3000万円で、実施規則などは、他の SG 競争と同様に扱われたが、優勝者への次回開催 SG に対する、出場シード権は付与されなかった。2020年2月、日本国内にて、新型コロナウイルスが流行。これにより、2月28日より全、場が閉鎖され、無観客にて開催された。外交発売所。 場外発売場も閉鎖され、投票は電話インターネット投票のみとなった。当初、3月15日までの予定だったが、感染規模が縮小しなかったため、無期限に延長。4月には改正、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく、緊急事態宣言が政府より発令されたため、無観客開催が続いた。当初の無観客期間に、 SG プレミアム GI 競争は当てはまっていなかったが、期間延長により、平和島協定場で行われた SG ボートレースクラシックから、ナルト協定場で行われた SG オーシャンカップまでの SG4 大会、プレミアム GI1 大会が無観客で開催された。その後、感染拡大が抑えられ、緊急事態宣言も解除されたことを受け、全国に先駆けて、 大村協定場で5月22日の開催から、観客の入場を、入場時の検温で体温が37度未満である、ことやマスク着用義務化などの各種条件付きで再開。その後も、各協定場及び、外交、場外発売所で以下の通り、無観客措置の解除を、順次進めている。ただし、多数の来場が予想される。 G2 以上のグレード競争会再設は無観客、開催措置、または事前抽選入場措置を取る。7月頃から第2波の影響で再び感染拡大。7月21日には、ボートレーサーで初となる新型コロナウイルス感染者が確認された。7月22日から27日まで、宮島協定場で開催されていた。 ルーキーシリーズ第13戦に出場した複数の選手で新型コロナウイルス感染を確認。広島県がクラスターと発表された。この影響で次節になっていた8月3日から8日まで開催予定だった第3回東京スポーツグループ杯が開催中止となった。また、住みの絵協定場にて7月30日から8月4日まで開催されていたボートの時間。 ご視聴ありがとう競争に出場した選手にも新型コロナウイルス感染が確認されたため、次節であった大阪ダービー第37回石下戦競争の開催を中止した。2021年4月の第4波では3回目の緊急事態宣言が発令された東京都及び関西3府県に立地する5場について閉鎖無観客開催措置が取られている。 競争格付けにはグレード制が採用されており上位のグレードから以下のように分類される SG と GI を合わせて特別競争 GII を準特別競争ということもある SG と GI の競争については原則的に A1 級であることが出場資格となる B2 級の選手は実質的に一般レースにしか出場できない賞金額も グレードによって大きく異なる。投票権の発売種類は以下の7種類である。現在は売上の大半が3連単となっている。これはレースが6体で行われることから他の賭け式がいずれも的中確率が高いため高配当の可能性が低いことが理由として挙げられる。単勝式は売上額が低く発売窓口が限られる競争上もあるため、 人気の指標となり得ない。的中した船券の払い戻し期間は60日である。ただし、無観客開催措置に伴い時効までに払い戻しができなくなった場合、当該協定上及び当該場外発売場にて購入した投票券については営業再開後60日間まで延長される。2007年の法改正で複数レースにわたる投票方式である。 シゲカツ式の発売が可能となっているが、システム更新にかかる開発費の問題から、2021年1月現在では、シゲカツ式を導入している、協定上はない。主催者の中には、ボートレース場以外の場所に、ボートレースチケットショップなどの愛称で、場外発売場を設置して、船券の発売を行っている。出店、日本財団サイトの活動資金ページより、 テレビ中継の主な解説者テレビ中継の主な出演者おおむね下記の各出演者が担当する。ラジオ中継の主な出演者インターネットを利用したストリーミング配信としては日本レジャーチャンネルの JLC スマート、レジャーチャンオンデマンド等がある。その他に各協定上単位で YouTube やニコニコ動画に独自チャンネルを解説しレース中継を行っている。 例も多く、中には、JLC とは、別個に芸能人や、元選手を呼んで中継番組を制作するところもある。アベマ TV では、2019年6月に、ボートレースチャンネルを開設しており、主に金曜、土曜に、独自の中継番組を配信している。協定を専門に扱う雑誌としては、協定マクール、ボボーイなどがある。 スポーツボートレース6と大市全国市系列4市と地方市系列3市で、ホリープロに所属する、協定愛好家の各界著名人によるコラムを2010年度までは、月曜日、2011年度以後は、SG、GI、主要全国発売レース開催の直近に、広告として掲載している。これらは、ボートレース公式サイトから見ることができる。 担当者コマーシャルメッセージ協定では、イメージキャラクターを採用しており、主に PR 活動のほか、表彰式や開会式での司会を担当する。ラジオ CM に関しては、映像媒体と違う CM を作成し放送している。CM 素材については2009年4月以降、レースそのものや、CM ソング、イメージソングを強調する CM とは別に、 収益金からなる日本財団や納付した自治体の事業や社会貢献活動をアピールした CM も放送されている。スポンサークレジットは当初は全国モーターボート競争志向者協議会であったが、その後は水上の格闘技拠点やボートレースなど協定の故障そのものをクレジットとして表記していた。2012年以後は、 ボートレース振興会で統一されている。協定の特色の一つは、男女が同じ条件で戦う、ことである。協定の生みの親の一人である、笹川良一は、太平洋戦争後、これからは、男女が同じ立場になる時代が来ると痛感。当初から女子にも、選手への道を開くことを構想し、実践した。第1回全日本選手権には早くも4人の、 女子選手が出場し、1950年代には、周年記念で3人が優勝している。1960年代には、女子の選手数が激減し一時は4人にまで落ち込んだが、1980年に、デビューした田中由美子の活躍を機に、再び増加に転じ、現在は、約1600人いる選手のうち200人程度を占める。 女子選手限定のレースも行われているが、多くは男女混合のレースであり、体重制限が 4kg、軽い以外はすべて同じ条件で争う。この体重差がレース展開に大きな影響を及ぼすこともあり、一周一マークでは前を許したものの、バックストレッチで驚異的な伸びを見せて追いつき、二マークで逆転するなどといったケースも多く見られる。 男女混合のレースで女子選手が勝つことは日常茶飯事で一般戦では女子選手がシリーズ優勝することもそれほど珍しくなく中堅以下の男子選手がトップクラスの女子選手に勝つことは容易ではない2021年2月現在女子選手による SG 優勝は記録されていない1991年12月31日に 競輪協定法が成立。エンジン開発や選手要請等の準備期間を経て2002年10月18日、サリ想定競技場において初開催。実施主体は、ソウルオリンピック記念国民体育振高校団協定運営本部。当初は毎週火曜日、水曜日に1日 8R、単勝、副賞2連、単、2連服の、核。 かけ式きの船券が発売された。翌年から、水、木曜日に、変更、2004年に3連服が導入され、2008年現在は1日15、R を行われている。競技形式は、日本のものを取り入れているが、スタートタイミングが、日本の倍の2秒以上で出遅れとなるなど、若干の違いがある。大村協定場では、2008年4月6日に、 韓国協定のトップ選手6名を招いて模擬競争を行った。ありがとうございます。